ライオン脱走デマの衝撃。2016年に熊本県を襲った大震災、いわゆる熊本地震ですが、人々が震災でパニックに陥る中、とんでもないデマが流れていました。後にデマ拡散者が逮捕され、世間に大きな衝撃を与えた事件。一体熊本地震に紛れて何が起こっていたのでしょうか。問題のツイートがあったのは2016年4月14日夜、熊本を震度7の地震が襲った約25分後、あるつぶやきがされます。そこには、地震のせいでうちの近くの動物園からライオン放たれたんだが熊本という言葉とともに、街中を悠然と歩くライオンの姿が投稿されていました。市街地とライオンはセットではありません。非日常かつありえない光景にネット民は大パニックに。瞬く間に拡散されます。地震で檻が壊れてライオンが脱走、多くの人を混乱に陥れた犯人は、なんと神奈川県に住む20歳の会社員の男。問題のツイートは20万回以上もリツイートされ、男はやっべーリツイート楽しい2万アザースなどとも投稿していました。もちろんツイートを面白がる声もありましたが、批判も殺到。それに対し投稿者の男は、誰がここが熊本だと言ったと応戦。ですが騒ぎが大きくなったせいか、最終的にはもう少ししたら消しますね、熊本の現状と勘違いされた方々、勘違いをさせて申し訳ないですと謝罪しています。ですがこのデマを信じた人も少なからずいるようで、翌日までに熊本市動植物園の職員は100件を超える電話対応に追われる事態に。警察にもライオンが逃げているので避難できないという相談が相次いだそうです。動物園も事実ではないというコメントを出し、騒ぎは沈静化に向かったものの、被害者は怒り心頭だったでしょうね。その後男を偽計業務妨害で逮捕。災害時にデマを流し業務妨害で逮捕されるのは全国で初めてというニュースが流れると、当然だバカは根絶すべしといった猛批判があった裏で、このくらいで逮捕ネタってわかるだろうといった意見もあったようです。結局この写真は現実のものではなく、南アフリカ共和国のヨハネスブルグで道路を閉鎖し撮影された映画のワンシーンだと判明。ライオンの名前がコロンブスということも判明したようですが、一方で南アフリカでは路上にライオンがうろついていると信じてしまう人も出現。コロンブスを飼育するサファリパークは地元から取材を受けたといいます。サファリパークの関係者も、全然知らなかった、フェイクニュースは良くないし全く支持できないねと迷惑な様子だったのだとか。熊本地震では他にも、仙台原発で火災が発生した、熊本城の石垣が崩れて下敷きになったなどの悪質なデマが拡散。ツイッターの使い方について考えさせられる事態となったのではないでしょうか。